はい、今日はここ、脱衣所に来ております。で、ここに客人を出迎えするものがいろいろ置いてあるんですけど、ここで使うものが大きく3つあるんですよ。まあ風呂から出てきた時のタオル、歯磨き、で、それから頭を乾かすドライヤーの3つですね。その3つがどこにあるかすぐ分かるようにですね、一工夫入れたインテリアをちょっと紹介していきたいと思います。はい、タオルはここに置いてあって、歯磨きですね、ここ、正面のミラー開けたところのここに置いてありますね。で、ドライヤーが今でもやったらここに置いてあります、引き出しの中に。はい、じゃあまずここにですね、ここは開けたら歯ブラシ入ってますよっていうのが分かるようにブラシっていうのをちょっとつけていきましょうか。それで今回使うアイテムがこれですね、木で作られたものですね。これですね、両面テープで貼っつけて歯ブラシって分かるようにここにくっつけていっちゃいます。はい、完成しました。ブラシ、これを見れば一目瞭然ですね。歯ブラシっていう英語がわかる人なら、まあ大体わかるでしょ、ブラシぐらい。はい、お次はドライヤーです。ドライヤーを、またさっきのと一緒、同じ感じでやっていきます。Y がない、ドライヤーの Y がない。え、そう、あった。両面テープこれぐらい切って、この裏側のところにベタって貼ってんの、こうやって。両面テープって本当に万能で、 DIY する人って結構使うと思うんですけど、何でも使えちゃうんで、何全体に貼っちゃってるから使いづらいって思うじゃないですか。これ両面テープ自由効くんで、動きがいいから、これ持ってっちゃってかぶせればいいんですよ、浮いちゃってるところは。こういう感じに寄せちゃえばいい。はい、完成しました、ドライヤー。ここの引き出し開けたら、この中にドライヤーが入ってる感じですね。だからね、ずっとねつけっぱなししとくでね、それはそれでインテリアで、インテリア的にねおかしいんで、ここにドライヤーってつけて常にこの中に置いとくっていう感じです。はい、完成しました。 Please use it、 使ってくださいぐらいの意味になるのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、まあこれでいいんじゃないですかね。これをかけておけば、このタオルどうしよう、置いてあるけど使っていいのかな、どうしようかな、聞いた方がいいのかなっていう心配もございません。この意味が分かれば、この英語さえ読めれば、これが使っていいんだということが分かることでしょう。ということで、これをねここにつけちゃいましょう。はい、これで完成です。茶色のタオルってね、汚れが目立たないからいいんだよね。白のタオルも一応ね下にあるんだけど、まあ、茶色のタオルが目立たないから一番いいですね。これはね、なんでタオルで隠しちゃうかって言ってね、ここにね、つける口があるじゃないですか。まあなんかあまり見せたくないから、ただこれをタオルで隠してるだけなんですけど、特に深い意味はないですね。はい、こちらのタオル使ってくださいっていうロゴと、はい、ここに歯ブラシがありますよっていうロゴと、はい、ここにドライヤーがありますよっていうものですね。こちら東急ハンズで買えるので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ね、小さいのは確かに150円とかで、粘着がありタイプのとないタイプのあるんだけど、このね白色のロゴのやつはね、確かね、もうないやつ、粘着がないやつしかないんで、それを買うしかないです、これが欲しかったら。で、こっちのでかい方が200円ぐらい、250円ぐらいかな、1ピースですよ。で、この木のやつが1800円ぐらいかな。ということで、ぜひ気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、ヒロチャンネルでした。バイバイ。背面カメラ、こっちのカメラですね、普通に撮影する時のカメラの画素数がこれなんとね1200万画素までアップするらしいです。これはすご